はい、カブクワスタイルです。今日は菌糸の詰め方をご紹介したいと思います。というわけでですね、この菌糸なんですけど、実はもう半年ぐらい放置してたものなので、結構ですね、こういう風に剥がれが起こったりとか劣化ですね、ちょっと色が変わったりしてるんで、どれくらい使えるかわかんないんですけど、早速詰めてみたいと思います。まず最初にすることですね、まず菌糸のブロックを準備することですね。それからこれ大変重要になります。まず何が必要かというと、菌糸を詰めるためのスコップと、これすり棒っていうんですかね、味噌汁とかこすときに使うやつですね。本当だったら瓶にですね、菌糸を詰めるためのハンドプレス機っていうのがあった方が一番いいんですけど、まあ、今回はやわずめですし、プレス機を使わなくてもいいかなというところと、添加剤入れるためのお皿とはかりが必要です。第一にやらないといけないことというのが除菌です。菌糸を詰める場合はですね、やっぱりいろんなこう菌ですね、例えば素手で触ると自分の手についてる菌とか、いろんなこういうのですね、洗ったとしてもですね、ずっと放置してるとここに菌が繁殖したりしてます。なのでこの除菌をまずスタートさせないといけないです。はい、ということで軽くですね、シュッとかけます。はい、で、すり棒もかけます。で、ちょっと乾かします。はい、それからですね、ちょっとカメラに入りきらないんですけど、後でちょっと画面を変えて映そうと思うんですけど、菌糸を崩して一旦入れるトレイが必要です。なのでちょっと大きめのこのコンテナボックスを使います。これアングル変わりますんで、で、ここにはまたアルコールをかけます。原則乾かしてください。で、なぜ乾かさないといけないかというと、乾かさなかったらですね、菌糸が剥がれちゃったりするんですよね。で、その菌糸が剥がれるっていうことは、もう菌糸自体がうまく回らないっていうか、菌糸が回ったことにならないので、とてもこのアルコールをかけたら必ず乾かすっていう工程は必要です。で、次にですね、話しながら準備してたんですけど、ボトルも同じように除菌してください。アルコールです。で、本当はね、乾かす時間があればね、こう軽くかけといて他のことしながら乾いた頃に使えるっていうのもあるんですけど、おそらく今日はですね、間に合わないと思うので、拭き上げ作業っていうのが若干必要ですね。先にね、こうやってアルコールをかけておけばですね、まあ、少しはね、こう除菌されて揮発することによってね、菌が消滅していくかなというところなのでってやります。で、蓋も同じです。手際よくやりましょう。一旦乾かします。はい、ということでですね、これトレー拭きました。ちょっと間に合わないんで、まず今からやることはですね、ここに菌糸に混ぜるための添加剤を測っていきます。今回は 3500cc の菌糸を3本やるので 1500cc ですねを作る形になるんですけど、1500cc でですね、軽く詰めて緩詰めかな、 800cc のボトルにだいたい12本か13本は詰めるんじゃないかなと思います。早速詰めていくわけなんですけど、ここに詰めるために入れる、添加剤の量っていうのが3500に対してだいたい 10g というのを目安にしてください。あまりこれですね、添加剤入れすぎるのも良くないし、だいたい 10g なので、今回はこれを3個分やるので 30g 必要になるという計算になります。ここは極秘にはなるんですけど、何を添加するかってちょっとお伝えはできないんですけど、添加剤を入れていきます。添加剤の 10g って覚えると簡単ですよね。3500、菌糸ブロック1本にだいたいそれくらいと。はい、というわけでですね、最後うちね、3種類の添加剤を使うっていうふうにお伝えはよくするんですけど、その中で最後のね、 10g、 今 20g 測ってるんで、最後の添加剤を入れます。固まってるな、よいしょ。どうだろう、ブロックで結構で、これが 30g になるまで入れると。で、はかりって遅れてくるので、じわじわ入れてちょっと待ちます。1秒2秒ですね。そうするとメモリがですね、上がっちゃうので、はい、そういった形で入れます。はい、ということでこのトレーに合わせてアングルを変えてみました。
そしたらですね、このアルコールをまず拭きます。まあ、もう少し乾かしても良かったんだけど、ちょっと拭き上げた方がもっとこう作業中にですね乾きやすいので、はい、で、もうついでにですね軽く蓋も拭いてあげましょう。それからですね、菌糸を詰めるとものすごく汚れるので、何か机、テーブルの上にですね、こういう汚してもいいものを置きます。贅沢なんですけどね、長崎市のゴミ袋を載せてやります。あとですね、もう一個ご紹介忘れてたんですけど、このダイソーさんの、またダイソーさんです。これも必要なので、これもアルコール消毒します。何でもね、アルコール消毒。で、拭いてあげます。はい、これで揃ったところで早速この菌糸ブロックを開けてみたいと思います。基本的にね、菌糸といえどもね、どの菌糸使ってもほぼほぼ同じやり方でうちはやってるんで、瓦をたとえ使おうと平竹使おうとですね、基本的に同じ工程やります。で、袋をとりあえず剥いでいって、菌糸詰めるときってまずこの外のですね皮を剥く必要があります。はい、なので思い切ってですね、皮をこう 薄めに剥がしていくと。で、今回の菌糸に関しては結構ですね劣化が進んでいるので、思い切って剥がさないといけないですね。だから剥がしやすいですよね。ただ平丈とかですね、実際のところ届いたばっかりの時にはこんな皮が厚くないので、とてもやりづらいですね。こんな薄皮剥がさないといけないなっていうぐらいなんですね。で、今回ちょっとほんと劣化が激しいので、厚めに剥がさないといけないとこは厚めに剥がさないといけないですね。こんな感じかな、こんな感じになりますね、ほぼね。これを崩してこのボックスの中に入れていきます。中で崩しが楽なんで中で崩します。 できる限りですね細かく削ってあげた方がいいです。ただ今回のはね、幸いなことにコマメっていうめちゃめちゃ粒子細かいの使ってるので崩しやすいですね。簡単にやる方法としては、まあ園芸用でもいいんですけど、網ありますよね。そういう網にねこすりつけて目に入れて、栗きんとんの要領で崩していくっていうのが一番いいんですね。あれ一番わかりやすいですね。で、これが中粒子とかになってくると結構崩すのが大変なので、そういう場合は網を使ってね、こすりつけて細かくしてあげるといいですね。それでちょっとこの工程をする間にですね、お話ししようと思うんですけど、これうちね、添加剤入れるっていう話をしたんですが、以前の動画でもですねご紹介したと思うんですけど、こう菌糸詰めて売ってあるやつにも添加剤って多少たりでも入ってるんですよね。ふすまとかですね、やっぱりね自分で詰める時ってそれ以上の添加ができるし、いろんな種類の添加剤を入れることができるので、自分で詰めた方が虫を大きくしてあげることっていうのは目標には近づいてくると思います。添加剤の中身はですねご紹介できないところなんですけど、うちは瓦でもですねほぼほぼ同じ分量でやってる状態ですね。瓦を使う時も平竹系使う時も寒竹でも、ただの平竹でもほぼほぼ同じ分量を入れてます。で、それでね、瓦種でいくと、なんだっけ、ババオゴニクワガタ、タランドゥスオツヤクガタ、そこそこ、まあ、私が個人的に満足するサイズですね、まあ、出せますね。70ミリから80ミリぐらいはまあ普通に出ますね。それは菌糸のおかげだけじゃなくて、血統とかもですね、もともと親が大きいとか、長子になりやすいっていう血統を持っているからこそできることなんですけど、うちではその分量でうまくいってるので、もう今ほぼほぼ固定化ですね。それ以上の添加剤を入れて大きくしようとかする気はないですね。逆にそれで失敗 しそうなので、だいたい解明したかなってとこですね。あと菌糸の食べさせ方ですね。菌糸食べさせるときに定期的にこう菌糸を交換してあげるのか、もしくはもうちょっと引っ張れるのかとか、そういう管理でも大きさって変わってくると思います。はい、ということで、あと皮についてるこういったところを剥がして入れていきます。これちょっと貧乏症なんでここまでやるのあいつケチだなと思われるかもしれないですけど、ここも使えるとこ使います。で、極力この白い皮が入らないようにしていきます。まあ多分皮を入れるとね、
そのせいでうまく回りにくかったりとかするのかもしれないですけど、でよくねあるのが平たけではないと思うんですけど、菌糸がね回らないとかね、そういう話聞くこともあります。でうちもどこってちょっとあまり言えないんですけど、ある某社のですね菌糸を使った時に瓦だったんですけど全然回らなかったです。なんでその瓦回らないのっていうぐらい回らなくて、でそれはちょっとね衝撃的だったですね。なんだこれっていうね。だからもしかしたら菌糸も安いとか高いとかでなんかあるのかもしれないですけど、菌糸が安いから高いから、大きくできる、ね、小さくなるっていうのは一概にはいないですね。もともとそういう親の血統とかがもう左右されるので、一概には菌糸がどうこうっていうのは言えないです。まあね、何でもそうですけど高いのがいい理論っていうのがどうしてもあると思うんですけど、こういうのに関しては高いからどうこうじゃなくて本当に何が理由かっていうのが明確なのですごく分かりやすいかと思いますね。はい、で、次々いきましょう。はい、2個目ですね。はい、菌糸をなんか結構詰めるのって皆さん初めてだったらすごく億劫ですよね。本当にこれでいいのかなとかですね。あ、終わっちゃった急ぐとね、こんななっちゃう。結構その菌糸詰めるの億劫だなとか自分できないんじゃないかなっていうのはあると思うんですけど、自分あえてそれで菌糸、買ってやった方がいいですよとは言わないですね。菌糸ブロック買ってからやった方がいいですとは言わないですね。むしろできるのであればやればいいし、苦手なんだったらもう菌糸買ってきてやった方がいいと思いますね。だからそこに関してはお金の都合ですよね。うちそのやっぱりたくさん数やってるからなかなかねそういうふうにはこう高い菌糸使えばとか手間がかからないように高い菌糸使えばっていうのはあまりやんないですね。でむしろ菌糸で大きくしようっていう気がさらさらないのであえて高い菌糸を使ってもやらないし、あとなんか結構爆散させられるっていうことでこの菌糸ブロックを使ってとか菌床での産卵のさせ方とかいろいろこうあって試される方もたくさんいらっしゃるんですけど、うちねそれないんですよ。基本的に必要な数だけ飼育できればいいっていうのがあるんで、でむしろそのなんていうかな、そういう財を購入してねお金かけてたくさん卵を産ませてっていうのは確かにまあ一理あるんですけど、うちそこまで熱くないんですよそこまで熱くないんで、てか十分に自分がやってる安い一番安い方法の産卵セットで絶対うまくいくんで、あえてやんないですね冒険は。でもう実験もある程度やり尽くしてるんで、これ以上望むことってそうそうないかなっていうところですね。やっぱまあいろいろね面白いと思いますよ。あのお金と時間と熱いこう情熱があればですね、自分はこの新しいやり方とかこういう材でたくさん産ませることができましたっていうのが、まあ、あると思うんですけど、はい、で崩しました。30分40分ぐらいしたのかなこれ。はいはい、というわけでですねこの通り細かく菌糸を崩しました。